はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断で強化されたテーマ、まあいろいろあるんですけども、エボルというテーマ、皆さんご存知でしょうか。エボルとエボルダーというモンスターをね、擁しているエボルというテーマ、あ、ご存知ないですよね。今日はね、このエボルというテーマについてご紹介していきたいというふうに思います。まあいろんなデッキある中でですね、診断でまあ超強化されたデッキの一種になってまして、魔改造された新規モンスターが実装されてるんですよ。このエボルダーリオスっていうモンスターが、これがめちゃくちゃ強いんですよね。でエボルっていうのはどういうテーマかっていうのを簡単に説明すると、爬虫類族と、あと恐竜族を擁しているテーマで、で爬虫類と恐竜をうまいこと進化させていくとドラゴン族になりますよっていう、ドラゴン族で、まあ、制圧していったり強い効果を発揮していきましょうねっていうテーマなんですね。だから爬虫類と恐竜を混ぜてドラゴン作っちゃおうっていうテーマになってます。でまあね、デッキとしては正直そのエボルっていうデッキのその関連カードが死ぬほどあるんですよ。死ぬほどあるんですけども、まあ、強いカードはもうめちゃくちゃ限られてて、こいつらほとんど使い道がちょっといまいちその使い道がなんかちょっと難しいというかね、非常に可愛げのあるモンスターになってまして、まあはっきり言うと弱いなんですけど、その一部強いモンスターですよ。例えば今回ちょっと採用されているこのエボルダリオスとエボルドメガキリラっていうモンスターなんですけど、このエボルダリオスが何してるかっていうと、これ新規カードで召喚と副召喚に成功した場合にデッキから進化への駆け足か進化の得意点っていうカードをセットできますと。でさらに、これが召喚かまたは炎属性モンスターの効果で特殊化されていると、自分のメインフェーズにデッキから恐竜族か爬虫類族の炎属性を墓地に送ることができますよと。でさらに、送ったモンスターのレベルに、フィールドのモンスター2体の種族とレベルを合わせるよみたいな効果がありますと。まあ、2体必ず、変更できないといけないんで、ちょっとこいつの横にモンスターが結構いたりとか、しないといけないんですけどもね。まあ、ちょっと難しいことであるんですが、まあ、要は進化の得意点をセットして、なんか、愚かな埋葬ができますという効果なんですね。これめちゃくちゃ強いじゃないですか。でこれが、このエボルドメガキレラっていうモンスターでアクセスできるようになってまして、これが、フィールドの爬虫類族モンスター、自分でもいいですけど、自分をリリースして手札を1枚捨てると、デッキからレベル5以下の恐竜族炎属性を特殊化できると。だから、まあ、これ特殊化できまして、で、一応墓地効果もありますというところですね。で、まあ、これで何を出していくかっていうと、もう散々パラ言ってます、エボル最強モンスター、このラーズっていうモンスターを出していきます。で、じゃあどうやって出していくかと、エクシズしません。今回は、エクシズせずにこいつ出します。なんでかっていうと、この、リオスというモンスターでセットできる進化の得意点というカード、これが、インチキエクシーズができるからです。自分のもちろんエボルドモンスター1体とエボルダーモンスター1体対象に、エクストラかエボルカイザーエクシーズモンスターを特殊化しながら、対象のモンスターをそのエクシーズモンスターの下に、重ねて、出せますよと。まあ、要はですね、墓地にこいつとこいつ叩き落としてこれセットしときゃいきなりランク6できますってことですね。はい、まあ、ランク6じゃなくてランク4でもいいんですけど、これがね、しかも耐えじゃなくて、例えばラーズって効果使うときに素材吐くでしょ。2個吐いた後にこれ2枚セットされてれば、もう1回得意点打ってもう1回そのラーズ縦に行くとかできるんですよ。だからダブルラーズっていうこともできるんですね、一旦に。で4回効果無効みたいな。これがね、まあ、エボルの強いところで、まあ、他にもねいくつか面白いモンスターいるんだけど、やっぱ強いところだとこことこことこれになるんですよ。だからこれを出張させまして、で、こいつが炎属性レベル1モンスターになってますんで、まあ、スネークアイですね。スネークアイ、まあ、要するにその現在法ですよ。現在法と相性がいいです。なので、今日はですね、このスネークアイに極力見せかけた、エボルデッキ、これをちょっと分回していきたいと思います。ちなみにね、このリオス君の、効果、恐竜族モンスター炎属性だと何でも送れるんで、ミセラサウルスっていうモンスター送れまして、このミセラからのアルゴサウルス究極進化薬っていうムーブもできるんですよ。だから一応分回ると、まあちょっと手札だいぶ消費しますけども、分回るとマジで最強場面、なんかそのアルコーン、それからまあアンブロエール、そして進化の得意点からのラーズおよびもう1体目のラーズみたいなことができるんで、なんかほんと体感なんか先行なんか100倍ぐらい、用意できます、一応分回ればね。はい、というわけで、まあ、その動きをちょっと皆さんにお見合いしていきたいと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。
あーなるほど、かがり火2枚はいらんが、まあ、一応打ちますわ。はい、かがり火打ちます。なんかありますか。あ、うらら、はい、了解しました。うらら打たせることに成功していくってことは、とりあえずポップルスだけは通るな。ポップルスだけは通る。ここにもう一発はちょっときついが、これってさ、手札から向いてね、召喚、効果スネークアイ魔法トラップカード手段からいくで、現在法スネークアイを手札に加えさせてもろて、で一旦リンクリボーを出しに行く。はい、でポップルス効果、ちなみに一応なんだっけ、あのエボルドメガキレラっていうモンスターがいまして、そいつが一応一番強いなってんですよね。これエクスレカードスネークになっちゃうんで、エボルドメガキレラとかいう本当に謎のモンスターしまして、お前誰みたいなやつ出して、でお前誰みたいなモンスターの効果発動して手札1枚リリースします。そうするとデッキから恐竜族出しまして、炎属性のでリオスちゃんの効果起動する。デッキから進化の得意点をセットで、リオスちゃんの効果起動、リオスちゃんの効果によって幻想のミセラサウルスを墓地に送り、幻想のミセラサウルスの効果を発動、幻想のミセラサウルスによって、1枚ゲームから除外することによってデッキから、アルゴザウルスを特殊召喚、アルゴザウルスの効果恐竜族モンスターをぶっ破して、進化薬をサーチ、 OK で一旦リンクせなあかんなこれな。恐竜族墓地を送りたいので、そういう感じか。じゃあこれ一回ちょっと一回、セキュアガードなして、セキュアガードなしてで、リンクリボーでアルゴを墓地を送らなきゃいけないね。はい、でリンクリボー効果、アルゴサウルスリリースで特殊か、これで恐竜族モンスターの恐竜族以外のモンスターが墓地にいるんで、究極進化薬を発動。さあ、アレゴザウルスの魂とポップルスでいいか、スネークワイズポップルス、まあ、炎族ですね、炎族の魂と恐竜族の魂を、研究施設にぶち込んで、あらあらろアルティメッツコンダクターティアノ爆弾かかってこい、男子ロかかってきやがれ。ちょドロスタンバイメージドロフェに打つか、進化の得意点、まあ、ちょっと墓穴打たれるんだったら打たれていいか、墓穴打たれるんだったら打たれるで。さあ進化が得意点の効果、手札墓地から恐竜族モンスターを下敷きにしながら、恐竜族と爬虫類族モンスターを下敷きにしながら、いけエボルカイザーラス爆弾つえトラップカード1枚で最強モンスター爆弾の杖、マジでこれマジ強い、このトラップカードマジでぶっ壊れてる。さあちなみに今何でも効果無効、2回、そして、なんか裏にするよ、効果全体を。1回。そして、エフェクトベイラーとなっております。なにあ、でも大丈夫。この反逆の財宝スネークアイを無効にできる。あぶねあぶね危なかったぜ。ラーズの効果。相手が効果を発動したとき、フィールド上の表側表示のカードを無効にすることができる。強い。よしよしよし、危ない危ない。あぶねこういうね、あのカードで簡単にアルコンとかしょられちゃうんで。あ、まあ、それはいいですよ。それは OK。オッケーです。ディアベルスターはリンクリボーで一応牽制できるんでなんとかなりますね多分。はい、で1枚手札捨ててくれるのも割とありがたい。さあ1枚カードを捨ててバース、なるほど、バース捨ててディアベルスター OK で、ディアベルスター特殊召喚成功時効果発動、ラーズ使うかどうか問題なんだけど、多分温存でいいね、リンクリボーいるから一応。だからまあ多分ラーズへの、あのぶん殴りは多分ケアできるんで、多分大丈夫だと思います。はい。何に殴られても、リンクリボーで、ディアベルスターの攻撃ゾロにしちゃえば。1枚ドローめんどくさいね。1枚ドローでなんかワンチャン作ろうとしてくるのちょっとめんどくさいんだけど、はい。エクセル召喚とかが一番めんどくさいか、現在法スネークアイ、なるほど。現在法スネークアイ。いや、まあ無効にするよね、さすがに。さすがに無効にする。いや、これで、これでエクセル召喚してきたらエフェクトビアルズは。そしたらさすがに手が出ないでしょ。さすがに。さすがにね。さあ、エクセル引いてるかどうか問題。ああ強い、相手の、
感知力やばこのデッキ。いや俺二メコを打ってますからね今。二メコを打って裏締め、まあ、でもアルコンもまあいるからまだ大丈夫なんだけど、アルコンもいるしエフェクトベラーもいるからまああと二妨害残ってんだけど、いや二メコ普通に貫通しての強いわ相手のデッキ。ああこのデッキいかれてるだろ普通に。はい、まあでもいいです大事です、任せてください、任せてください、任せてください。エフェクトベーラーで黙らせるんで。黙れお前、黙れお前は。よし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 で、まあモンスター並んだらアルコンするわ。さあどうする、さあ僕のセキュアガードナーちゃんさえも突破できない。なにインフェス終了前はいいや。はい、あー止まっていただけた、オッケー。ザリンクリボコか、一応まあ打点ゼロにして、オッケー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 、止まったのこれ、これだいぶ止まりましたね。これはいけるでしょう。あリンクリボーかなこれ。あオッケー了解。セットあと何があるかですよね。あーやばやばない、相手やば、ハンドクソ強いやん、マジかよ、ガチでやばいことしてるあいつ。俺もエクセル引いたわ。なるほど、一回ちょっとね、最強効果使いますわ。メガキエラちゃんの効果発動しまして、これ墓地からモンスターをね素材に吸収できるってことがありましたね。ここでエボルカイザーラギア、あーラーズの効果復活しました。今一回だけ一回効果復活したんで、普通にこれエクセル召喚すればいいか。エクセル召喚で相手のなんか特殊召喚に反応させてラーズ効果って言えばいいか。で、ジャガン神殿の効果発動で特殊召喚したいですよの効果、だーまーれマジでさ、これ行ってこいでさ、なんでも向こう3回打ってのマジやばくない。まあフィールド上限定なんだけど、おマジ強いでしょ。やっぱラーズとかいうもんさ、ぶち壊れてるねこれ。でスネークアイズポップルスちゃんを出しに行く。はあ、ポップ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 ルス出して、で俺もちなみにジャガン神殿一応入ってるんで、ジャガン神殿持ってきまして、でジャガン神殿で打点爆発的に上げます。はい、でさらにカード置きます。まあ、オークかなんか置いときます。はい、打点足りてんじゃね、あー足りてんね、バトルバトルフェイズですあいやバトルフェイズです、はい行きましょう。で関はでぶん殴って、えっやっぱ強いわ。ちょメガキレラをそのなんか通していくことによって、ちょラーズプラスアルコンになるのマジ強い。ああこれはね、これまあスネークアイデッキのギミックかなり入っちゃってんだけど、これはエボルだから、うん、これ十分強いデッキと言っていいと思います。これはい、エボル純正でちょっとね組んではみたんですけど、一応ちょさすがにやっぱ積み木雑魚すぎるカードめっちゃ多くてちょっときついなっていうところですね、感覚としては。はい、まあ、多分ねエボルとメガキレラと、まあ、リオスっていう、まあ、強いところを出張させるギミところがっていう、まあ、組み方がエボルは一番いいと思います。なんか他のモンスターマジ弱いんすよてかメガキレラとリオスがまあ強すぎるってのあるんだけど、他のモンスターマジ弱いから、はい、いや強いな相手。まあ、一応ミラーソードライトの効果とか使ってくれるのかな。これうらら打ちたいですね、どっかで。まあ、エフェクトじゃない、無限包囲は打った方がもう打てなくなっちゃうんで、これコアトルいない状態で多分ここ打った方がよくて、結局コアトルで無効化されちゃうんで、なんか盤面に出てきたモンスターとか普通に無効耐性付与できてるんですよね。あ、これ持ちいると普通にキマイラがいると対象耐性が付与できてるみたいなもんなんで、ま、ここ打つしかないみたいな話だね。で、コーンフィールドコアトルを捨てまして、まあ、多分ミラーソードライト持ってくんじゃないかな。でミラーソード打ってくると思うんだけど多分、はい、まあ、ここにはうららをかましていきたいと思ってます。はい、ちょっと墓穴マジでやめてください。で春うらら効果発動、頼むよし、そうだ、オッケー、これはでかい
ふふ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 、これはでかいぞ。これあとは融合なければ、決まりフェイジョンとかなければ多分貫通されることはあんまりないかなって思うんだけど、まあだから一応これ、うーわー強ー、マジ、これハンデスかな、これハンデスですかね、これ2枚ドローして貫通しに行くパターンもあるか、これどうすんだろう、これハンデスだよね、なるほど。エクセルだけ残しといてもらうことできる、エクセルか現在法どっちか残してもらう、あでもどっちか絶対残るのか、ちょっと残してもらうことできるか、まあ、でもな、まあこれさすがにエクセルだよな、これこれ多分さすがにエクセルハンデスしてくると思うから、まあ俺はリオスからの現在法ですね、まあそうだよね、リオスからの現在法スネークアイをまあなんとかするしかないかな。エドフェイズオッケー、あオッケー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 、また相手の手札誘発によるんだよな、ジャガン神殿オッケーです、よしよっしゃ、まあかがり火とかが一番良かったですけど、まあさすがにリオスから入るからなといったところですね。まあリオス召喚で効果発動、進化の得意点をセット相手わかんねえだろうな、進化の得意点をセット、あとは相手のミラーソードナイトの効果を、まあ、どうやって踏んでいくかっていうのがありまして、でエボルタリオスの効果発動しまして、デッキから恐竜族または爬虫類族の炎属性モンスターを墓地に送りますという効果ありまして、これ通る、なるほど、これ通る、ミセラサウルスを墓地に送りまして、でミセラサウルスの効果も起動していく、ちょっとうらら打たせたいですね、どっかでうららとかあればですけど、なさそうですね、なるほど、うららはないってことは、あと多分ミラーソードライトとコア取るだけなんだよな、相手多分で、これ、リオス破壊して究極進化系持ってくる、これも一応許される、だから結構許されるので、ジャガン神殿スネークアイ発動、表側で自分のフィールド上にカードを置いていく、これなんか一人これでいいや、こうしてで現在法スネークアイの効果起動、ポップリリース、ポップリリース、スネークアイ、これミラーソードライトマジめんどくさくね、ミラーソードライトの効果どこで打ってくるか問題あるんだよね、結構一応多く出してみる、相手どこで使ってくるか問題なんだよな、まあ、どこも使われない前提だったらエクセル置いて多くで蘇生とかなんだろうけど、これどこで使ってくるのか問題結構あるんだよな、一応ちょっと多くの蘇生効果だけは絶対に通るんで、はい、でこれでしょ、これだからキャンセルするしかないね、さあこれどうしますか、とこれどうしますか、これ起動しますかしませんか、ミラーソードライト効果使いますか使いませんか、さあお相手しだいぶ困っております、割とめんどくさい盤面は形成できております今、どこを止めてもまあまあ貫通できるみたいな話はありますけども、おっと特殊召喚はできる、なるほど、ってことはポプルスの効果が起動して財宝カードが、あれこれ反逆持ってきたんじゃない、これ反逆持ってきてさ、押し込んだらもう相手ミラーソードナイトここ使えんやろ、これ来たんちゃうか、これお相手しさ我慢に我慢を重ねた結果、なんか一番裏目踏んでない一番裏目踏んでる気がするんだけど大丈夫、これアルコンが爆誕して、ほんでアルコン効果使ってもいいし反逆の財宝の効果使ってもいいね、でこれ効果って言ったらミラーソードナイト使うしかない、キマイラいなくなくていいのか、ミラーソードナイト使えよお前、お使わない、何マジか、使わない、使わないとなるともう世界終わるけど、いい、スネークアイオークの効果起動します、ポプちゃんをリリースしました、ちょっとやべえ時間ねえ、ちょっと考えすぎた、時間がない、神殿だな、神殿からエクセル特殊だな、エクセルでエクセル効果でポプルス持ってきて出して、あれ俺ポプルスまだ効果使ってないよね、でポプルス出す、でこれでモンスター増えました、エクセル効果発動します、ちょっと急げ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 
急げ急げ、マジでマジで急げ。でクランベルジュ出します。はい、でポップルスの効果起動します。なんか適当に置きます、なんでもいいです。はい、で一旦リンクに挟んで、マジやべ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 、これちょっと絶対負けといて、絶対に負けといて。でクランベルジュ効果で2体蘇生させて、急げ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 。でちょっと、ユニコーンしちゃダメ、これこれ墓地から蘇生あるから、ギャンズジオ置き前らは絶対墓地を食っちゃいけないんですよ。なんでトルミアユニコーンでバウンスして、はい、でここでアクセス、間に合え、いけそう。アクセス行動トーカー効果、風をつかめ、アクセスインテグレーション、あぶれあぶれミラーソードライト効果使っといた方が良かったんじゃないですか。いやポップルス2枚引きはないだろう、ポップルスくんちょっと2枚引きはないわ、ポップポップはちょっときついな。なんか結構来るんだよなポップルス2枚。なんかこれさ欠陥すぎないか、これ3枚入れるってこと、ちょ3枚は多ない、うわピュアリー出たー。しかもなんか京都ウォーターフロントとかいうガチヤバいフィールド魔法貼ってんだけど、これ相手何これ、わやばい、なんか知らんピュアリー来た、うわこれあれじゃんチミノワールじゃん、出たー、エピュアリーノワールちゃん来た、めっちゃくちゃ激予想実装と言われている激予想実装と言われているエピュアリーノワール、ノワールのくせにこれなんかトラップカードこのセットしないってなんか引いてるってことこれ、手札にスカルデット、えあれなんかピュアリーおらんくなったけども、おピュアリーおらんくなったぞ、おいなにこれ、おどういうことやこれ、どういうことやこれあれピュアリーデッキと聞いてましたけども、おいお前これ詐欺デッキじゃねえか、やばいやつ来た、ちょ待って、このゲームさガメラが強すぎる件について、だからこのゲームマジでカタパルトタートルといい、ガメシエルといいさ、マジでカメ強すぎんだって。ちなみにね、あのガメシエル君の効果一応おさらいしておくと、まあ魔法トラップモンスターの効果が発動したら、なんかカウンター怪獣カウンター2個取り除いて無効にして除外してるっていう効果がターン1ないんですよターン1ないんですよね。一個言わしてもらっていいか、それさピュアリーデッキでやることなの、それ果たしてピュアリーデッキでやる必要あんのか、おいおいおとなしく怪獣せえや